皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。2023年の初陣となる日本代表のメンバーが発表されたね。ウルグアイ、コロンビアと強豪との試合が続くだけに良いテストになればと思いますが、率直にどうですか？久保、三笘と欧州で実力が認められてる選手たちが予想通りというか、無難に選出された中で、新戦力も各ポジションにバランスよく選ばれている。全体的にバランスの取れたメンバーだと言えるんじゃないかな。やっぱり注目は久保と三笘になりますか？所属するクラブでの存在感は2023年になって明らかに上がっているこの二人。日本代表でも中心になってほしいというところだろうね。久保はソシエダにて様々なポジションをこなして、一回り大きくなった。一部で指摘されてたフィジカル面でもたくましくなったと感じさせるよね。カタールからは半年も経ってないんですが、森保監督の起用方法がどうなるのか、周りの選手も含めて注目ですね。三笘もそういう意味では起用方法がガラッと変わる可能性が高いよね。実際、森保監督は三笘の活躍について、自分の良さも足りないところも全てレベルが上がっている。ワールドカップでは途中出場で、五輪もそういう起用が多かったけど、先発でプレイできるだけの力があると思って見ている。とこれまでの起用方法を改めるようなコメントを残している。今の三笘ならサイドにいるだけで相手にものすごいプレッシャーをかけることができますもんね。三笘、久保、そして右の伊東や堂安、そして鎌田あたりも含めてどういう攻撃を見せてくれるのか今から楽しみだよ。とは言っても、久保や三笘、鎌田らはクラブや選手のキャリアを考えても今はとても大事な時期。どちらかの試合のみの出場になるとは思うけど、コンディションには最大限気をつけてほしいね。それ以外のポジションはどうですか？ゴールキーパーは予想通りというか、結構顔ぶれが変わりましたね。今までの第3ゴールキーパーがまとめて選ばれたみたいな感じだよね。大迫、谷、シュミット・ダニエルの3人。中村浩介は選ばれるのかなと思ったんですが、代表の雰囲気を知っているゴールキーパーを優先したんですかね？どうだろうね。年齢でいうとこの3人だとシュミット・ダニエルが31歳。残りの2人は20代前半。中村浩介は28歳と比較対象で言えばシュミット・ダニエルとの2択。それで言うと、霊夢が言うように代表の雰囲気や経験を買ってシュミットの選出になったのかもね。ゴールキーパーは権田、川島が抜けてフレッシュになった反面代表キャップの少なさは気になるところ。シュミット・ダニエルのキャップ数が11、大迫は3、谷は1と経験豊富とは言えない。ちょっと不安が残りますね。とはいえ、今まで守護神として君臨した権田であっても代表キャップ数は38と決して多くはない。その分、第3ゴールキーパーなどでアジアカップ、ロンドン五輪、ブラジルワールドカップなど控えとして経験を積んだ経歴がある。ここで選ばれたゴールキーパーは代表の雰囲気やアジアカップなどで少しずつでも経験を積んでいってほしいね。4年後に向けて横一線って感じですしね、どの選手が出てくるのか楽しみです。フィールドプレイヤーに目を向けると招集前に森保監督が取材にて、シャルケの吉田など残留争いをしてる選手について、招集についてはその点を考慮したいとも思っています。とコメントしていたように、ブンデスで激しい残留争いをしている点が多少考慮されたようだね。残留争いしているチームに所属している選手といえば、シャルケの吉田、シュツットガルトの遠藤、原口、伊藤。あとはボーフムの浅野も該当しますかね。そうだね、今名前が上がった5人のうち吉田と原口は招集されず。原口については招集されるクオリティはあると思うんだけど、遠藤や伊藤は招集されて、原口は招集外。実際のところ、今後呼ぶつもりがないのか、それともクラブの状況を考慮したのか、そこは森保監督の溝知るだね。吉田が抜けた穴をどう埋めるのかその辺に注目が集まりますね。吉田は長谷部から主将を引き継いでカタールワールドカップを一区切りとしてる感もある。ディフェンダーラインをまとめつつ、ゴールキーパーや中盤ともコミュニケーションを取ってチームの守備を取り仕切る選手。冨安、板倉あたりにその役目を期待したいところですね。今回初招集となった選手も数多くいるけど横浜 F マリノスの角田、ガンバのハンダ、FC 東京のバングーナガンデカシーフと J からディフェンダーが3名。J リーグと海外組と、ディフェンダーは若手も含めて色々テストしそうですね。中心になるのは板倉や冨安になるのは間違いないだろうけど、グラスホッパーの瀬古や横浜 F マリノスの角田の突き上げ。あとは右サイドバックで言えば AZ 菅原がどこまでやれるのかも楽しみだし、ハンダも攻撃的なサイドバックとして楽しみな存在。橋岡も右サイドバックとしてベルギーで経験を積んでいる。右サイドバックはかなり激しい競争になりそうだね。左サイドバックはどうですか？こっちは少し人材不足な感じが否めないかな。伊藤博樹がファーストチョイスになるのかなというところだけど、
横浜 F マリノスの角田も左サイドバックはこなせるし、バングーナガンデカシーフについて森保監督は、必要な強度を培えば間違いなく代表の戦力になる。と伸びしろに期待している。負傷で離脱中の中山が復帰すれば当然テストすべき存在だけど、それまでにニューフェイスが代表で急成長すればもしかするかもしれないね。なるほど、誰が出てくるのか楽しみです。あとはフォワード、中村敬斗が満を持しての招集ですね。これは楽しみです。LASK リンツで得点を量産しているのはご存知の通り、ポジション的には三笘と被るところはあるんだけど、ワントップでの起用は難しいですか？こなせないことはないかもしれないけど、本職は左のウィング。できれば自身の得意なポジションでテストしてほしいかな。となると、ワントップは誰になりますかね？現状では上田にチャンスを与えて柱に据えようという考えかもしれないし、またカタールで出番がなかった町野を試してみるのか、E1 で2ゴールを挙げるもカタールメンバーから漏れた西村か。カタールでフォワードのポジションを多く務めた前田も招集されているけど、直近の試合で怪我をしているのが気になる。コンディションに不安があるならばやっぱり無理はさせないですよね。この2試合では上田、町野、西村。この3人が横一線なんじゃないかな？実績で言えばやっぱり古橋も試してほしかったですが。古橋、旗手はセルティック側が招集を拒否しているのではないか？とすら思ってしまうぐらいだよね。とは言っても、古橋はプレイスタイルの部分で考えている代表のスタイルとは合わないという判断だろうね。ただ旗手については、会見のメディア陣もなぜ呼ばないのか？と不思議に思ってるみたいで質問してたけど。セルティックの試合は全て見ているし、彼らのプレイも CL 含めてチェックしている。結果を出しているところ、チーム内で存在感があるところも知っている。ベースはカタール、そこに新しい選手をプラスということで考えた。招集については、絶対的な判断基準はないが、リーグのレベルも含めて総合的に判断しているのを理解してほしい。と、招集しなかった理由について少し歯切れの悪いコメント。ただ、その後に続けて、この招集が全てではない。2026年に向けて最強のチームを作るのが目標ではあるが、今回は違う選手、新しい選手を見てみたい。と次回以降に含みを持たせてはいるね。とはいえ、旗手に関して言えばアジア最終予選のベトナム戦以降はおそらく試合に出ていないですよね。そうだね、6月の強化試合は未招集、直前のドイツ遠征では招集されたものの、ベンチ入りのみで出番はなし。アメリカ戦では本番を想定したいわゆる1軍の選手たちがスタメン出場。カナダ戦ではそれにとって代われる選手がいるかどうかのテストのようなスタメンだったが旗手に出番はなし。複数のポジションをこなせて、運動量も豊富でパスの展開力もある。チームに一人いればとても便利な選手だと思うんだけど、今回も森保監督のお眼鏡にはかなわなかった。幸いなのは4年後に向けてまだたっぷりと時間があることですね。そうだね、無視できないぐらいのプレーを所属クラブで見せていれば招集されないってことはないはず。日本にとっても層を厚くしてくれる選手の一人だと思うし頑張ってほしいよ。カタールのメンバーから考えて招集外になったフィールドプレイヤーをまとめると、吉田、長友、酒井宏樹、山根、南野。吉田、南野が招集外になったことで師匠と背番号10番は誰になるのか問題が改めて浮上しましたね。師匠については、まだ決めていないと言ってたように、背番号10番も含めてまだまだ明らかになっていないけど、おいおい明らかになっていくだろうね。ともかくこのメンバーで初陣となる南米のオスとの連戦。実りのある試合になれば良いですね。今から楽しみです。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。